行きましょう。よみがえる第5代遺跡ギザの大スフィンクス。これムー読んでましたらね、スフィンクスの話題があったんで、あ、そういえばなんかもう一昨年ぐらいになりますかね、あのピラミッドの5000年の嘘っていう、去年ですね、去年ですかね、5000年の嘘は去年かな、去年ですかね、面白い映画あったなと思って、ちょっと家でねもう一回見てみようと思って見ました。そしたらこれ当然大スフィンクスがあるところってギザっていう町ですから、ギザがどういう町かっていうのをその映画の中で説明していて、遺跡がね、これ三上さんあれですよね、ティオティワカンとその中国のシアンのピラミッドを結ぶとギザを通るとか、あとはイースター島とナスカとギザが一直線上にあるとかね、1000匹が今回多かったんで、まあ無的に言うと1000匹ものですよね、はい、もう地球的規模の1000匹ものですよね。そう、地球的規模で1000匹屋じゃないですよ1000匹ものですよ、 OK です。こういうポジションにあるとギザはね、でさらに今北極極っていう話ありましたけど、極極の、北極点をアラスカのあたりのところとギザとナスカを見ると距離が全く同じであると。これよくね、まあ、ちょっと脱線するけれどいいですか、はい、この三、これ三角形なんですね、はい、その今あるところから、まあ、赤道から北極に行きました、はい、そこから90度右に曲がって、でさらに赤道に行きました、そこから90度曲がってください、で三角形を描きました、三角形です、三角形の内角の和は何ですか、皆さん180度ですね、でも直角に全部曲がってるんです、90度90度90度、 3×90 度はいくらですか、270度、ね、違うじゃん、違うじゃん、それ地図のトリックでしょ、地図やね、これがいわゆる非ユークリッド幾何学なんですね、あ、そういうことなんですか、では三角形の内角の和が180度よりも大きい場合はこう凸になってる、まあ球体ね、なるほどなるほど、逆に少ない場合はここベローっと、あ、なるほどなるほど、ってるという、あ、こうなってますからね、ちょっと数学の話でしたいや本当にね、5000年の歴史って結構数学と建築学メインでね、どうピラミッドを解析するかっていう、今までの考古学とかね、歴史の文書みたいに辿っていくのと違うんで非常に面白いんですけど、次の図は、ティオティワカンとギザまでの距離がナスカからギザの距離に等しいというような特別な土地であるっていうことの前置きがまずあるわけです。こういうの楽しいんだよね。楽しいですね。もう地図見て5000人行ってあ、神社が一直線になったから、そう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 、楽しいのよ。ちなみにね、今回のムーは1000匹だらけですね。そう、1000匹だらけ、もう布施さんまで1000匹やってたからびっくりしたよ。重なっちゃうんだよね、なんかね、ね、大文字のね、なんとかこうね、こう迷子迷子こう別々にね、ジャンルがこう均等にバランスよくなるようにやってんだけど、そうそうそう、今回も1000匹だらけですから、もうだからもうね、エジプトも1000匹でやろうと思ってもうネタ持ってきちゃったで、これがあれですよね、例の、3つピラミッドが、3大ピラミッドがあって、そこになんか位置が変な位置にあるんですけど、スフィンクス、大スフィンクスってもね、皆さん、ちっこいんですけど、エジプト観光するのは今ですよ、このスフィンクスのこの手前のところ今開放してるんですよ、この間まではね、もう入れなかったの、なるほど、ちょっとしたこうやって見るだけだったんです、今こう中に入ってスフィンクス触れますから、え、本当ですか、はあ、それ治安が悪くなればなるほどこういう観光のところって厳重になるんで、意外にこう今はなんていうか見れたりするわけですね、うん、逆にただし何が起こってもね、まあ、自己責任ということで、うん、それで一応ねこの位置関係を地図にしますと、ちょっとね横もになっちゃって申し訳ないんですけど、クフ王のピラミッド、カフラ王のピラミッド、メンカウラ王のピラミッド、一応歴史教科書的に言いますよ、無敵じゃなくてね、それでちょっと見にくいんですけど、見にくいっすね、横向きに見なきゃいけないんですけど、カフラー王のピラミッドを下ずっと見てくると、ちょっと左側に傾いたところに大スフィンクスがあると、なぜかちょっと変な位置にあるんですけど、下眼神殿ですね、はい、で一応定説によりますと、このクフ王、カフラー王、メンカフラー王の王様の墓であると、で一応エジプトでいうと、皇国の第四王朝で、2代目の王朝がクフで、4代目がカフラーで、6代目がメンカウラーと、で一応大ピラミッドも
この短い区間の中で作らなきゃいけないので20年間で作られたということになってるわけですね。そうですね、はい、でこの時代に同じくこの、スフィンクスも作られてると。なんかねこれ別に写真がね広角レンズと使ったってわけじゃないんですけど足がでかいよね。なんかね顔がちっちゃいんですよね。そう顔が異常にちっちゃいの。でこれね小顔なんですよ ね。であとなかなか見られないと思うんですけどこのお尻可愛いでしょこれ。可愛い。これが顔で、ね、これお尻。これ見れるんですよ。これちょっとからこの辺掘られてるでしょ。そうそうそう。なんかね溝みたいに入ってますもんね。周りのところが高いでしょ。はい、ここの高いところをこうみんなこう見学するわけですよ。はい。だから行くとこうお尻見れるんですけど。ねなんでこれくぼんだところにいるんですかこの。これ削ってんですよ。ね、ダイスフィンクス。あのピラミッドも、はい、ね、例えば第二ピラミッドもそうですけど、第二ピラミッドのあのこの下からスーダンっていうのは、うん、あれ削ってんですよ大地を。あれブロックじゃないですからね。うん、削ってこう階段状にこう全部やった上にブロックを重ねてってんですよ。なるほど。同じようにこれも基本的にこう削ってんですよ。はい、周りを削ってさらにこう。だからこのブロック状にこう見えるのはこれ修復ですからね。なるほどなるほど。本来はこれ一枚岩。なるほど。なんですよ彫刻みたいなもんですね。これ下の足のところねブロックがこうなってあこうやってねレゴのようにこうやってやったのか違う違う違う。これ本来は全部これ、うん、なんだろうこれ一枚岩で削ってるんですよこれ。あとはあれですよねなんか多分洪水かなんかのなのか大雨なのか知らないですけど長い年月で浸食されたってもあるんでしょうねきっと。だから修復してるんですよね、はい、だからこう胸の部分なんか見て もうすごいボロッボロですよ。ボロボロですよね。であとちょっと先ほど三上さん言いましたけども近くまで行くとこんななんか真ん中に石碑があるんですか。す、ね、三上さん。そうですね、うん、夢で見たっていうね、はい、これ夢で見たってどういう話でしたっけ。これそもそもねここまでね全体像が見えることって歴史上にはほとんどないんですよ、うん、だから昔の写真だから100年ぐらい前の写真見ても首だけですよ首だけ、うん、あの首から上しかこう見えない、はい、だからナポレオンも首から上しかない状況でこれ鼻を打ったんだよね。あそうなんですか。大砲でこう打っちゃったみたいなね、はい、でこんなにこう全体がこう掘られたっていうのはもう近年ですよ、うん、現代になってから で、うん、でただ、このファラオの時トトメスですか、うんうん夢にですね、はい、掘り起こしてくれでスフィンクスが言うからしゃあねえなって言うんで掘り起こしたっていう記念碑がここにある なんかに埋まってたってことなんですか。砂に埋まってた完全に埋まってたんですね。砂に埋まってた。でねこの石碑のアップを見ますとね何が書いてあるかっていうとこのねなんか狛犬みたいなやつが並んでるんですよ2つ。狛犬ですからねスフィンクスはね。ね、でもさっきちょっと皆さん地図見ていただきましたけど1個しかないんですよ大スフィンクスって。なんかしかもなんかこう左側にこう二等辺三角形描くと左側だけにしかないっていう不自然だね。でまあちょっと先ほどもちょっと名前出ましたけれども、飛鳥さんの説をねちょっとこの辺でちょっと家で拾ってきましたんで三上さん簡単に説明していただきたいんですけど飛鳥さんはどんな風にスフィンクスを見てるか、まあ、基本的にはエジプト の, あの絵画というかあの芸術的な美術的なですねあの様式ってあるんですね。様式って顔を横にしてこう描くとかねこういろんな様式があるんだけど常にシンメトリーを意識するんですね。すごいもう徹底したこだわりですよ。だからラムセス2世の顔なんていうのももう 100% もう左右対称 そ, で、ね、でそのぐらい左右対称にこだわるので、まあ、狛犬が狛犬ですねスフィンクスが1体、うん、しかもこの斜め斜めですねちょっと斜め正面からすると斜め、うん、まあ右側ですかね、うん、あるということは同じように左側にもあるんじゃないかと、うんっていう、まあ、仮説ですよね。これは昔から言われててですね、うん、これを記事、漫画載せた時に、うん、グラハム・ハンコックにですね、うん、得意げにこういう説があるんだよどうだって言ったらねあ、知ってるって軽くあしらわれてるちくしょうよさん面白い、ね、ハンコックエビチリ好きなくせによみたいな三上さんその先ほどね頭がちっこいじゃないのって話で今このライオンの中にちっこいスフィンクスが書いてありますけどこれどういうことなんですか。これアンバランスなんですよね、うん、あまりにもアンバランスで、うん、でスフィンクスの文化っていうのをよくよく見ると、うん、例えばそのオイディプスっていうギリシャ神話ありますよね、はい、ギリシャ神話の中で出てくるスフィンクスっていうのは、うん、ギリシャ風フリスフィンクス、うん、まあ頭が人で、体が獅子でわしの翼、うん、
で、まあ、ほら牛もあるんだけど、牛の下半身とかね、でその4つの獣の合体みたいな、うん、で要はの獅子、うん、ライオンっていうのは結構まあ言ってみれば本来の姿だったんじゃないのか、うん、後から顔掘ったってことですか。そうです、まさにその狛犬のような状態、うん、実際狛犬のルーツはエジプトにあり、獅子だったんですね。で、あの顔がファラオのね、このメネス好きになんかやるようになったのは、はい、結構後のことなんで。なるほどね、最初は獅子だったと。本来は獅子だったんじゃないか、そう考えるとバランス、足とかその全長、長さから言っても非常にこう比率が美しいと。つまりこう洪水だとかなんかでこう削られちゃったっていうことなんですかね。まあ、あの後にですね、はい、だからメンカ、あのカフラ王が自分の顔に削っちまえみたいな。なるほど、やったんじゃないのか。そういうことですか。それでこうスフィンクスは自分のものだみたいなことをやったんじゃないのかというふうに、ね、指摘する学者がいますね。アンソニー・ウェストさんなんかがね。なるほど、これ例えばね、2つあったのが1つになっちゃったっていうのは、これなんか天変地異でこうぶっ壊れちゃったとか、そういうことなんですかね。だからもう皇王国、皇王国の時代にはもう1個しかなかった、うん、なるほど、まあ逆説的な話ですけどね、うん、だけどなんかね、さっきの石碑には2つ書いてあったりしてね。そうですね、うん、不思議ですよね。で一応ね、先ほど冒頭の5000年の嘘はもう数学と建築学でやり尽くしてますから、ちょっとそのスフィンクスをどういう位置関係で作ったかっていうふうに説明してるかというとですね、三上さんさっき言った話に似てんだけど、一番でかいあのピラミッドと一番ちっちゃいピラミッドに線を引いて三角形作りましょうと、正三角形で、それと1番目と2番目 の、 あのピラミッドのところに円を通るようにしましょうって、そうするとね、それが交わった右側の交差しているところがちょうど、スフィンクスの位置だとかね、そんなこと言ったりね。あとちょうどこれはあれですよね、その神々の指紋でも言ってますけれども、ギザっていうの町は天体の星座を地上に再現したんだみたいな。じゃあ当時はピラミッドのそれぞれ星座がこの方向に見えていたと。で右下が獅子座なんですけど、この方向にまあスフィンクスがあるわけですね、みたいなことを言っていて、でまあひょっとしたらこれができた頃には正面に獅子座が見えてたんだよみたいな、まあ話でしたね確か。ハンコックのこのね、創世の守護神の場合にはですね、さっき言ったスフィンクスが2つって話ではないんですね、はい、今の地上のスフィンクスは1つ、 そして天上の片割れのスフィンクスは獅子座だっていう話、そういうオチですよね。だからその綺麗なロマンチックなスフィンクスの眼差しの向こうに獅子座が来る年代はいつか、デデデデデデって言うと1万2000年前で、おらあら、なんかのなんかと同じだ、スフィンクスのね、水の浸食があった年代とほら同じ、アトランティスタイルが沈んだ年代と同じだ。三大ピラミッドがオリオン座の三つ星だとすると1万2000年前ちょうど真上にみたいな ねほらどうだという話ですよね。懐かしいですよ ね、 もうね、そうですね、ちょっと懐かしさでやってしまいました。じゃあ続いて線引きいきます。まあ、ちなみに今ハンコックさんは神々の指紋2っていうのを、ね、次回作来年ですか。多分来年には出るんじゃないかな。そうですね、楽しみです。じゃあ続いてね、線引きパート2いきます。今度は日本の線引きです。